アーチ。お盆です。今日からですね、香川県は、お祭りがね、たくさんありましてですね、四国は有名どころで言うと高知県はよさこい、徳島は阿波踊り、愛媛は野球系踊り香川県はですね、いちごうまい、知らん、盆踊りなんですけれども、聞いたことない。なんか田舎のね、田舎から出てきたこの若者は知らないんですよ。で、私都会住みなんで、香川の中でも香川の盆踊りといえばいちごを巻いた。ちょっと前までな、そんな暑かったかな。やっぱスーパーエルニーニョの関係と、あと台風の関係があるんやと思うけど。あ、おどじょでなんか。何もない。いや、下で自販機で買おうよ。危うく熱中症になりかけよった。私。またふい。またふい。やばいなと思ったらみんな動脈冷やしてください。何？やめてよ。ここをこう、こう冷やす。わかりました？じゃあなんと死にますよ。うちの猫もね、昨日熱中症になりかけたんで。仲良し、一心同体だね。あんた汗臭いよ。え？そう。すごいな。北の南の。オッケー。いや。これでいいんやって。建物の間からちょっとだけ見える花火っていうのが行きやろ。ミリちょっと頭だけ見えるミリ音だけが悲しく終わったかな。終わりましたね。終わりましたか。夏
おいだ。はい。どういた。ひよこさんかと思いました。ねえ、ひよこさんと思いましたか。お母さんですよ。ひよこさんやと思った。ねえ。わからなかった。わからなかったか。どこ行くん。どこ行くん。なんどこ行くんや。一人にするなよ。好きなだけかけてくれ。すごい、女子が作るサラダです。うち酢の物。なめこ汁ですね。で、これ鶏の何やろかね。ハーブ的なやつの。蒸し鶏です。蒸し鶏。で、これ昨日のきゅうりのたたききゅうり。と冷や汁もどき。冷や汁ドレッシング。ごまの味が良いところです。あ、そう。これ何ですか？これだ。これだ。だから好きなだけ。あとアボカドあんま食べんけん。細かく切っとんや。あ、ありがとう。あ、うまこれ。うまいやろ。うん。しゅんどる。うん。うん。おいしいけど。死んやった、熱すぎて。あっぷら味噌汁で死ぬとかやった。あ、そのまま食っちゃうね、汁とかにするね。ん、あ、ナギリンに LINE せないか。うん、お誕生日おめでとうっていう LINE と、いや、あんたの誕生日たまに忘れるんよ。たまに忘れる、言っちゃったっけなんで。なのかまぁバイコースなんだから夏って感じ。うん、めっちゃうまいこれ夏。うん、